はい、ナマステ。このビデオは、日本語教師育成コース訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指して、というその国際交流基金ニューデリー日本文化センターのオンラインコースの、教材ですね。はい、ここでは、第6週目の授業の前に見てもらうことについて話したいと思います。このビデオで話したいのは行動中心アプローチでの評価ですね。はい、で特にその今 AI 時代ですから、それも含めてちょっと、ご説明したいと思います。はい、まずですね、このビデオの目的はその、行動中心アプローチで評価ね、特にテストができるということですね。で、このビデオだけではなくて、日曜日のZoom の授業も含めて、これができるようになるということです。はい、でね、まず行動中心アプローチの評価っていうのはどういうものかというと、単語とか文法を知っているかどうかではありません。で、じゃあ何かっていうと、 Can do の行動ができるかどうか、目標 Can do の行動ができるかどうか、それを調べるのが行動中心アプローチのテストです。でなので会話ではですね、会話のテストではロールプレイを使うことが多いですね。はい、で、書くときはもう普通は皆さん辞書とかね、いろいろそういうもの、人工知能とか使って書きますよね、最近はね。まあ、だからその実際のテストでも、そういうものを使ってもいいです。だけど自分で分かっているかどうか、これはとても大切なので、それは確認した方がいいと思いますね。はい、じゃあね、その会話のロールプレイでテストするというものの中で、まあ今一番多分有名なのは、この JF ロールプレイテストというものだと思います。で、これね、今ちょっと私の顔が邪魔ですね、これね。はい。あれ、動いちゃう、ちょっと待ってね。じゃあこっち持ってきましょうか、この辺。はい。はい、こっち持ってきました。この公式サイトはこれです。で、QR コードは、公式サイトの QR コードはこれ。で、マニュアルもね、もちろん見ることができます。で、それはここに QR コード、下のものがそうですね。で、こういうリンクは、これ YouTube のですね、概要のところに全部、リンクをペーストしておきますので、そこから開くこともできます。はい、でね、じゃあ続けてその JF ロールプレイテストというのは何かというとですね、正式な名前は JF 日本語教育スタンダード準拠ロールプレイテストという名前になっていますね。口頭での、つまり会話での課題達成能力、つまり Can do ができるかどうか、それを測るためのテストですね。はい、で教育現場の教師ができるだけ簡単に実施できるように開発してあります。はい、で受験者のレベルをですね、まあ、CEFR に基づいて大まかに把握することもできます。 CEFR っていうのは A1、A2、B1、B2、C1、C2 っていうね、そういうものですよね。はい、で、でね、ちょっと気をつけなければいけないのは、私たちのこの訪日労働者のね、ためのコースの先生、そういうコースでは、達成度評価というものに、なります。まあ、そのつもりで今私は話しています。皆さんが教えたものをちゃんと学習者ができるようになったか、そのための、テストですね。今私たちが話しているのは、このコースの中ではそういう位置づけです。だけど、この JF のロールプレイテストっていうのは、習熟度テストなので、まあ、例えば JLPT みたいな、そういうものです。この人のレベルはどのぐらいかというのを測るためのテストですね。だから目的は違うんですけど、でもそのロールプレイテスト、ロールプレイでテストをする一つの例として、ここではご紹介します。はい、じゃあこのロールプレイテストの特徴っていうのはですね、いくつかありますが、この CEFR のレベル基準を使って判断できるということですね。でそれから、まあ、ロールプレイを通して口頭でのやり取りの能力を測ることができます。それから短い時間で、できます。そしてテスト用キットっていうのがもうあります。ロールカードとかそういうのがあるんですね。はい、でそれを利用して準備すればテスターになれます。
で、ロールプレイとか進め方を教育現場に合わせることができます。で、ここが特に大事。特に私たちが、今回ね、扱っているキャンドゥは、このロールプレイテストの、ロールカードの中には入っていません。だけど、それを、レベルを合わせて、私たちのキャンドゥで やることができる。それが5番に書いてあることですね。はい。で、まあ、このレベルは A1A2B1B2C1C2 っていうふうにあるわけですね。で、日本に来る前の労働者のレベルとしては大体 A1 レベルだと思います。だから日本に来る前にやるキャンドゥ、そういうものについては A1 レベルを考えるといいと思います。で、日本に来た後ね、特に SSW の人とかは、SSW は特定技能ですね。はい、そういう人たちはこの A2 がないと、日本に来ることができません。なので日本に来た後でしたら、まあ大体この、この A2 レベルを基準にしてね、テストを作るといいと思います。ですけどもちろん A3 あすみません A3 もないですごめんなさい、B1、B2、C1、C2 というふうにね、各レベルでこのセフアールのレベルはあるわけですね。はい。ちなみに C2 ぐらいになるともうネイティブでも、できないようなことが、つかね、ネイティブの平均的なネイティブね、平均的なネイティブもできないかもしれないようなレベル、と思っていいと思います。はい。なんていうかな、要するに、ネイティブスピーカーの中でも、言葉が上手な人、言葉を使う仕事についている人、そういう人たちができるようなレベルが C2 ぐらいですね。はい。はい。で、じゃあこの JF ロールプレイテストの説明の続きですけど、このテストではテスターと受験者が1対1でいくつかのロールプレイをします。まあ普通は先生ですよね。先生と学習者が、その1対1でロールプレイのテストをするっていうことですね。はい。で、そのテスターを相手にロールカードに書かれたタスクができるかどうかを見ることによって口頭でのやり取り能力を測りますと。ロールカードは現在 A1 から C1 まで各レベル複数あります。で、これがロールカードの例ですね。はい。で、ロールカードはこういうふうに日本語と英語両方書いてもいいです。どうしてかっていうと、会話だけ必要な人はこの日本語が読めないからできないとかね、そういうことになったら困りますよね。だから、ここに、まあ、日本語で書くのも大切ですが、それだけではなくて、学習者も分かる言葉で書いておくといいと思います。これは実際のこのロールプレイテストのロールカードの1枚ですね。はい。あとね、簡単にできるというのもこれ特徴の一つですね。なんで簡単にできるかっていうと、このロールプレイテストはですね、タスクが、まあ、キャンドゥね、キャンドゥが達成できたかできなかったか、それだけです。それだけで判定するわけですね。はい。で、この達成できた、できなかったかっていうのは、このキャンドゥに、記述されたキャンドゥに書いてあるレベルに達しているかどうかを基準にします。なので、つまりですね、発音の正しさとか文法の正確さ、こういうことでは焦点を当てない、つまりこういう評価はしない。つまり発音が少し間違っていてもいいです。文法が正確じゃなくてもいいです。はい。言いたいことが伝わればいいわけですね。はい。そういうことは評価しないために少ない時間で、判定ができて、多くの受験者を対象に実施することができるわけですね。はい。あとですね、もうそのテスト用キットっていうのがあるんですね。で、例えばね、皆さん OP って知ってますかね。オーラルプロフェシエンシーインタビューっていう、そういうテストですね。それは、このテストをできるようになるまでにすごくたくさんの時間がかかります。お金もかかります。はい。だけどこの JF ロールプレイテストはそういうのがありません。
特別のトレーニングを受けたり、テスターの資格を取得したりしなくても、多くの方がテスターになれるようにテスト用のキットがあります。このあのマニュアルですね、ここのね、テキストはこのマニュアルからコピーしてるんですけどね、はい。それから動画とかあのサンプル音声っていうのもありますね。その音声を聞くと、このぐらい話せる人はこのレベルっていうのが分かります。はい。でこういうテスト用のキットを使って、こういうね下に書いてあるポイントを押さえればテストが実施できるようになっています。まず最初に動画とマニュアルを見て、実施方法や判定方法を理解すると。で音声サンプルを聞いて判定の基準を理解する。事前にテストのシミュレーションをするということですね。まあ、ただね、最初にも言いましたけど、この JF ロールプレイテストは、習熟度テストなので、この、判定方法っていうのもその習熟度に合わせて判定するような、ところもありますが、私たちはこれをその達成度試験、アチーブメントテストとして使いますから、まあ、この辺はね少しあの見るときに気をつけてください。はい。でこれもとても大事なところですけど、この JF ロールプレイテストはロールプレイや進め方を教育現場に合わせることができるように、資料編で提供しているロールカードをそのまま使えば、各現場で利用できるようになっていますね。はい。だけど、話題が学習者に合わないとき、まあ、私たちの場合はほぼ全部話題が学習者に合いません。なんでかっていうと、その日本で働いている人がね、そのブラック企業で困っているとか、そういうのはこの JF ロールプレイテストの中には入っていないからです。はい。だけどそういうときも、話題を変えて新しいロールカードを作ることができますね。はい。また目的に応じてテストの進め方を変えることもできます。はい。でね、この JF ロールプレイテストでは、各ロールプレイはね、達成度、どの程度できたか、それによって二重丸、丸、三角、×のね、4段階、すみません、解が2つあった、ごめんなさい、4段階で判定しますね。はい。で、その時に、これ、本当にこれ大事なことなんで、もう一度同じことを言いますけど、文法の正しさとか、語彙の使い方とかね、そういう分析的なあの見方で、判定するのではなくて、タスク、つまりキャンドゥね、キャンドゥが達成できたかできなかったか、という言語活動全体から考えることが大切です。でそれからもちろん、この文型使ってほしいんだけど使ってくれなかったとかね、そういうことも考えてはいけません。はい。はい。で動画はね、実際にここで見ると、この QR コードスキャンしても見ることができますが、これでその JF スタンダードのウェブページに行って、その中に実際にこのテストをしているところのビデオがあります。はい。まあ、これもね、この、 YouTube ビデオの概要のところにこのリンク貼っておきますから、見ておいてもらえるといいですね。はい。はい。でロールカードも、こういうところからダウンロードできます。A1 から B2 に関してはこのリンクから。C1 はちょっと新しいので、後からできたんですね。C1 のロールカードはね。なので、こちらからダウンロードしてください。あ、すいません。これまた。ちょっと待ってね。はい。はい。リンク。上の A1 から B2 の、QR コードはこちらですね。はい。はい。じゃあ、その後に、各テストについてもちょっと、話しておきます。これはどうしてかっていうと、その日本に行く前に、友達を作ってね、それでその、その会社がブラック企業かどうかを質問するとか、そういうキャンドゥも入ってますよね。だから各テストについても、ちょっと話しておきたいと思います。はい。でね、各テストをするときはもうね、今はもう AI の時代ですから、 AI とか自動翻訳を使ってもいいです。だけどAI っていうのはね、あんまりね、完璧ではないんですよ。パーフェクトではないので、時々間違えますよね。はい。だから自分で理解できないものを日本人に送信したりすると、それは問題の原因になってしまうことがあります。自分がこういうことを言いたくなかったのに、間違って AI がそういうことを書いてしまったので、それを送ってしまうとかね、そういうことになりますから、必ず
自分で理解していなければいけません。はい。だけど自分で書かなくてもいいということですね。はい。で、じゃあこの AI 時代のね、作文どういうふうに評価すればいいかっていうと、まず最初に、これ特に行動中心アプローチなので、日本語が正しいかどうかっていうのはあまり評価しないでいいと思います。じゃあどういうふうに評価するかっていうと、 Can do のルーブリックですよね。こういうことが書いてあるか、例えばちゃんと挨拶しているかどうか、それから聞きたいことをちゃんと質問しているかどうか、そういうところで評価する必要があります。で、さっきも言いましたけど、学習者がちゃんとね、理解しているかどうか、それは調べた方がいいんですね。はい。なので、作文をね、評価するときはそれを朗読してもらう。はい。で、なんでかっていうと、その声に出して読んでもらうと、それを理解できているかどうかっていうのがもう本当にすごくよくわかります。はい。私もね、いろんな授業で、特に会話の授業とかでね、スクリプト読まないでくださいって言ってるんだけど、自分で分かってないスクリプトを書いて、で、それを読んでくる人とかがいつもいるんですけど、でもそれとっても本当に分かります。はい。分からないものを読んでいるだけというのはすごく特徴的なので、誰でも分かると思います。はい。なので、これを、声に出して読んでもらうってことですね。はい。で、そうするとそれを理解できているかどうかが分かります。あとはその過程を評価するっていうことですね。で、これね、AI で書かせるときもですよ。AI で書かせるときも、その過程、つまりプロセスですよね。プロセスを評価するってことです。で、まず最初に、学習者は自分の日本語レベルに合わせて AI に出力させたかどうかっていうことです。例えば、こういうことを、SFR の A2 レベルで書いてくださいとかね、そういうふうにレベルをちゃんと指定しているかどうかっていうことと、それから AI に作文させた後ですね、多分わからない言葉があると思いますから、そのわからない言葉をこの AI に質問しているかどうか、で、そういうことを確認するには、これは Google ジェミニの、例ですけど、ジェミニでね、こういうふうに作文を作ってもらった後に、このパブリックページ、クリエイトはパブリックページというシェアね。で、ここでエンタイアチャット、こちらの方をクリックして、このクリエイトパブリックリンクにして、で、そのリンクを、学習管理システムね、ラーニングマネジメントシステム、例えばその Google クラスルームとか、そういうものにこのリンクを、提出してもらうといいと思います。で、そうするとこの過程を評価することができるわけですね。はい。それでは私の、ビデオはここまでになりますので、日曜日にお会いしましょう。それでは失礼します。フィルムレンゲー。